H&KG11 はドイツの重機メーカー H&K 社によって開発された無薬強弾を用いた自動小銃である。1970年代に G3 に代わる次世代の自動小銃を求めた西ドイツの要求を満たすため H&K 社が銃の設計をダイナマイト・ノーベル社が弾薬の開発を受け持ち開発が進められた。ケースレス弾は様々な口径のものが試作されたが、最終的に1981年から1986年にかけて開発された 4.73X33mmDM11 が採用された。しかし G11 は汎用性のなさ、冷戦終結に伴う予算削減により少数が配備されたにとどまり、ドイツ再統一後のドイツ連邦軍では G3 の後継として、G36 が採用された。また、G11 はアメリカ合衆国の ACR プロジェクトの候補となっていたが、こちらでも採用には至らなかった。ケースレス弾薬を使用するため配射矢の必要がなく、射撃サイクルは単純である。従来の自動小銃とは異なり、90度の角度で回転を反復する薬室が使われており、装填は紙型のマガジンから行われ、手で薬室を回転させて、初弾を装填する。薬室部が回転して、重心と同軸となった位置で停止すると射撃が可能になる。不発が出た場合には、紙型から装填される次弾が不発弾を下方に押し出す。この特殊な薬室は、針打ち銃で有名なドライゼ社が、民間市場向けに製造していた紙製薬莢を利用する。レバー式射的銃の薬室構造を参考としたものである。バースト射撃での発射速度は2000発、分と極めて高く、反動を受けた相手の姿勢が変化するより短い時間内にバースト射撃を行えば人体大の集団が得られ、高い制圧火力を発揮できるというコンセプトに基づいている。作動方式としてはガス圧作動方式だが、発砲前の重心、薬室、球弾機構はリコイルスプリングにより前進した位置に止まった状態となっており、発砲時の反動により後退しつつも、球弾と発射を繰り返し、リコイルスプリングが圧縮しきるまでに3発の射撃サイクルを終わらせることで反動が相手に伝わるのを遅延させている。この機構のため、内部の球弾機構に固定されているマガジンが発砲時に前後に動くのも特徴の一つである。問題点として、金属薬莢のような放熱性の高い隔壁を持たないため、機関部に蓄積される熱によって、薬室内で弾薬が自然発火して暴発しやすい。また、弾頭は成形加工された火薬内に保持され、弾薬の重量中で大きな比率を占める金属薬莢を持たないため軽量であるが、生産量が評価版レベルで終わったため非常にコストが高い。50発入りマガジン1本分で約5万円である。現在は弾薬コレクターの間で高値で取引されるアイテムとなっている。H&K 社は G11 以外にもケースレス弾を用いた火器を構想していた。アサルトライフルとして登場。ありがとうございます。